畠山氏、畠山氏、畠山氏は、畠山氏は、武蔵国を本願地とする武家の一族。主に、官武兵士系と姓は源氏系の二家系があるが、両者は間接的な血縁関係である、口述。読みには他に、畠山もある。室町時代には、畠山金吾家が、山和内軍、河内、紀伊、官僚就任時には、山城も、 などの機内及びその周辺国に該当する重要な地域を守護として治め、また、幕府の官僚として国の政務を取った。しかし、家督争いにより、宗宗家と美宗家に分かれて、応人の乱暴発の一員となり、その後も激しく争い続けた。また、北陸の越中の死後も兼ね、文家は、能登の死後を代々世襲する。著名な末裔として、 実業家の畠山一世がいる。坂東八平氏の一族、秩父重広の子である、秩父重吉が、武蔵区におぶすま馬畠山号、は、畠山号、現在の埼玉県深谷市、畠山周辺に所領を得て、畠山姓を称したことに始まる、平瀬畠山や、自称、樹栄の乱において、その子、畠山茂忠は、はじめは、平家法に着いたが後に、 源の頼朝に従い、一の谷の戦いや欧州合戦などで活躍した。重田川は後に、北条時政と対立し、元旧2年、1205年に、武蔵国二俣川で、北条義時の軍との戦闘で廃止した、畠山重忠の乱。その後、重忠の丘陵と畠山の名跡は、足利義金の所長し、足利義順が重忠の未亡人である。 北条と木政町と婚姻し、継承された。義順はもともと、新田義兼、足利義兼と、同意味なのいとこの娘と婚姻し子も、設けていたが、その妻子を偽絶した上での継承であった。これによって、官務兵士の一つ、秩父兵士の流れを汲む平聖畠山氏は消滅し、聖は源氏の一つ、河内源氏の一系、足利家の一門として、属することとなった。 義順の家系、原生畠山屋は、名門、畠山家の名跡を継承したことから、後に、足利一門の家臣筋文家の中で、柴家に次いで、高い序列に列せられ、細川家など、他の家臣筋文家とは異なる待遇を、足利宗家ら受けることになる。金及び河内、越中の守護をおおむね務め、文家は、のと守護を務めた。 県武三年、1三百三十六年に、足利高氏が、室町幕府を創立すると、畠山家はこれまでの功績によって、越中、河内、紀伊の守護に任じられた。足利家の内紛である関能の上覧では、初流の畠山国清は、足利忠義方につくも後に高氏方に倶返して、家勢を保ち、その一方で、畠山家着流の畠山高国、国志氏,氏は、 可能2年、1351年、忠義派の吉良忠だに敗れ自害し、国市の子日本松国戦は、日本松に移った、欧州畑参加。本来の着流である欧州畑参加が衰退する中で、畑山国清の家系、金五屋が、畑山家の総領閣となる。国清は、関東管領に任命されて、東国で南朝方と戦うが、 その後鎌倉久保の足利元氏と対立し、公安元年、1361年に失脚した。国清はそのまま没落するが、国清の弟の畠山義信が後に守護に任命され、畠山家を再興させる。義信の子、畠山元国は、明徳2年、1391年の明徳の乱で、功績を上げるなどして、 足利義満の信任を受け、能登の守護を任されるなど、守護大名として力をつける。王永五年、1398年には、官僚に任じられ、同じ足利一門の柴笛受や細川慶長家と、共に三官令家として、名を連ねる家柄となった。もとにの子、畠山三家は義満には礼遇されたが、足利義持の代になってから、表舞台に復帰して、 官僚に就任する。三井の子、畠山持国、徳後は、将軍権力の強化を目論む、足利義則の干渉に苦しめられが、畠山家の内紛を沈めて、細川家や三名家と拮抗する勢力を維持した。しかし、持国の子、畠山義成と、老い、畠山正長との間で家督をめぐっての激しい争いが起き、それが、 後の応仁の乱の一員になった。文明九年、1477年に応仁の乱の収束後も、吉成流、宗宗家と成長流、宗家は内奮を続け、この対立は両細川家の乱と共に、機内を内戦状態とする主因となった。また、畠山正長、畠山尾宗家や畠山吉高、畠山宗宗家は、官僚に就任したが、戦国末期に、 両家で、それぞれ、木沢長政、畠山総集家や湯座長卿、畠山尾集家による下国城が起こった。越中国は守護大の神保氏に奪われ、河内国もたびたび守護大の湯佐氏に脅かされたが、美州家の木田家は最後まで勢力を保った。江戸時代においては、旗本や孔家として、通家が残った。州日本松城にったかつての州四官僚の、 和ズ畠山家の後営であり、二本松畠山氏、二本松氏とも呼ばれる。現生畠山氏の祖である、足利義順の着流は、本来この、二本松の欧州畠山家であったが、官動の上乱において、畠山高国、国氏は、足利忠義方の吉良忠氏家に敗れ違いし、国氏の小二本松国船は、二本松に移ったが、戦国時代には、 一国人にまで衰退した。天正十三年、1585年、当時の当主、日本松義次が、打手氏との交想の中で討ち死にし、間もなく国人領主としての日本松氏も滅亡する。彼の次男である、日本松義隆は、足名市や佐竹市などに仕えた後、徳川市不代大名である水野氏に仕えた。水野忠国の天保運動に反対して監視した、 日本松吉門はその子孫である。従大略代来、代々、衛門の、ただしや、衛門の差に認じられたため金吾や、金吾は、衛門の府の闘名とも称された。本来の着流である欧州畑三家が、礼遇されたのとは、対照的に、初流である、畠山国清は自由に優れていたためへされ、木の国及び、泉国の仕事となり、後に、 河内国の守護にも任命された。これが河内畑参家の始まりである。関能の上乱においては国清は当初は棚吉派であったが、着流で高氏派であった高国、国志不死の敗北した後間もなく、高氏派に返し、没落した欧州畑参家に代わって畑山家の総領格となる。鎌倉の足利元氏を補佐する関東執事。 関東管領として活躍し、さらに将軍、足利義明の出事、細川清志氏と共に、二期吉長を追放して一時中央の政務を、廊断したが、後に、義明や元氏と対立し出脚し、河島武参家は、畠山国清の弟、畠山義信の系統によって受け継がれる。疑心の子の畠山元国は当初は、鎌倉久保に仕えていたが、 足利義満の側近として慶の室町幕府を中心に活動するようになり、官僚家の細川慶長家と千葉笛家が対立する中で、第三勢力として対等、能登国の守護職を獲得し、後に畑山家の人物として初めての官僚職に任命される。これ以降、川千葉竹三家は代々官僚を排出する家柄となった。ちなみに、 現在の京都市上京区畠山町は、この付近一帯に官僚畠山市の邸宅があった、ことに由来する地名である。畠山三井へ、畠山持国は官僚として幕政において、重うきをなしたが、持国の後継をめぐり畠山正長と畠山義成の子孫が互いに争い、王人の乱後も両家が分裂し、内奮を続けた。西軍であった義成流畠山家は、 関東の数佐助から、総集や、東軍であった、聖長流畠山家は、関東の尾張神から、美州家をそれぞれ称した。応仁の乱前後に、畠山氏の家臣団はそれぞれ政長方、吉成方に分かれるなど混沌とした。戦国時代になり畠山氏の当時の権力が弱くなるにつれて、在地勢力でもあった、国人衆。 山和州がを有するようになったが、守護代として権力を掌握した湯佐氏、神坊氏は鎌倉州、鎌倉以来の家柄であった。畑山家の家臣団は大きく分けて、出身により、武蔵州、足利州、鎌倉州、国人州、山和州のご系統に分かれる。宗州家は、金吾家から分かれ、主に山和国と河内国に勢力を有した。 大仁の乱の最中に、山名総運と細川勝元が死去した後、東、西両軍の和睦が進められる中、畠山義成は、講和に反対し、文明九年、1477年9月21日に、畠山おしゅの正永討伐のために、河内国へ下り城を攻略、正永派の守護大湯座長寺家を若江城から追い、河内を制圧した。 和解城の戦い。また、吉成派の大地家重と、古市住田根らも山和国を制圧、正長派の筒井順村、橋尾多目国、十四円清は没落し、吉成は河内と山和の事実上の支配者となった。一方、京では吉成が河内方面に下校後の十一月十一日、東西両軍の間で講和が成立し、西軍は解散した。文明十四年。 1482年に幕府の命を受けた官僚の畠山正長と細川正元連合軍が吉成追悼に出陣したが、吉成はこれを撃退している。吉成の後を継いだ畠山吉豊は明王2年1493年に十大将軍足利義材と畠山正長を主力とした幕府軍の追悼を受けるが、官僚。 細川正元によるクーデター、明王の政変が勃発し、細川正元と同盟した吉豊は、逆に、畠山正長を自陣に追い込んだ。正長の子、畠山久信は、キーに逃れた。しかし、明王六年、1497年、吉豊の家臣の由佐氏と本田氏が内紛を起こし、これに乗じた畠山久信が、キーで挙兵。 巨城の河内高屋城を久信に落とされ、吉豊は山城へ逃亡、明王八年、1499年に河内で戦死した。吉豊のこの畠山吉秀は、細川正元の後援のもと、畠山義修との戦いを優勢に進めたが、吉秀は畠山義修と和睦し、細川正元と対立した。さらに、永正四年、1507年に起きた。 栄承の作乱直後に、高谷阿城を奪い返した。その後の両細川の乱において、吉秀は、阿波国の細川住元の娘を、この畠山義高の妻に迎えて同盟し、足利義材を要する、細川高国、大内義沖、畠山種ながら幕府軍に対して、抵抗を続けた。畠山義高は、重臣の貴は長政の補佐を受け、大英七年、 1527年、細川高国が、桂川原の戦いに敗れて、高国政権が崩壊すると、阿波国の細川春元が要していた、足利義綱が、泉国境に上陸し、境久望が成した。吉高は、官僚に就任し、阿波細川家の重臣の三好元長と共に、細川高国派の朝倉高史的と戦っている、川勝寺口の戦い。 さらに、協力五年、1532年に吉本町と共に、離反した、木沢長政の居城、飯森山城を行為し、戦局を優位に進めていたが、木沢長政の支援に現れた一行一気に敗れて、吉高は自陣した、飯森城の戦い。家徳は、吉高のこの畑山在氏が継いだ。しかし実験は、木沢長政が掌握しており、天文十一年。 1542年の太平寺の戦いにおいて、木沢長政が三好長兄という座長兄により、廃止すると、木沢長政の勢力の中核は、かつての総集家の悲観だった国人衆であったため、長政と共に総集家も実質的に滅亡した。なお、在死の子、畠山昌生は、足利義明の上落を助け、義明による、 足利将軍家継承を実現させた。これには、美州家も協力した。その後の消息は不明である。美州家は、金吾家から別れ、主に、木の国と越中国に勢力を有した。文明九年、1477年に集結した、応仁の乱の後、山城志護となった、畠山正長は官僚となったが、文明十七年、1485年に、 山城国一揆が起こり失脚、山城守護の任を説かれた。その後、細川正元と対立する十大将軍足利義材に、正長は徴用され、明王二年、1493年には、ついに将軍自らによる畑山総集下討伐が実行された。しかし、その遠征中に、細川正元、日野富子により、クーデターが起こされる。 正永は、この畠山久信を逃して内死にし、足利義材は、将軍の座を失った、冥王の政変。キーに逃れた畠山久信は、足利義材を養子王国から上落した、大内義沖や細川高国と結んで、船岡山合戦に参戦し、総州家の畠山義秀を破った。しかし、官僚には、細川高国、山城の守護職は、 大内義雄が任命された。久信は、両国運営のため、着手の畠山種長と二元政治を行った。その後、官僚、細川高国と将軍、足利義材が対立すると種長は、細川高国、久信は、足利義材に味方し、英正17年、1520年に久信は、堺に追放された。しかし、畠山種長も、 天文三年五百三十四年に湯ザ長教により追放され、その後はも畠山長常、畠山春広し、畠山薬郎と微子家の当主が短期間に交代し、太平寺の戦いに乗じて種長が再度吹き、種長没後は畠山帝国が名城となる。天文二十年五百五十一年に湯ザ長教が資格により暗殺されると、 西国のこの畠山高生が実権を服した。高生へは、三好長兄、三好十九、三好三人衆と争い、足利義明や織田信長と結んだ。その後、高生は隠居したが、天正元年、1573年に義明派だった、弟の畠山明高が信長派の湯座信教に、殺され河内守護家は滅亡する。高生へは、河内奪還を図るも果たせず、 天正四年、1576年死去した。その後、後世の弟、聖、直の子である、畠山忠志聖は、キーに拠点を移し勢力を盛り返した。帝政は、徳川家康と連携するなど、橋場秀吉に対抗した。しかし後に、豊臣政権により放築された、奇襲罰。伐。政の子である、 畑山正信は、大和で放浪中、豊臣家重神の片桐勝元に出会い、片桐家に仕官することとなった。人柄を認められ勝元の娘婿となり、片桐、家重神となる。正信は、農書家としても極めて有能であり、豊臣秀頼の優筆として、勝元に推薦されることによって、豊臣家の直進となった。しかしやがて、片桐勝元が、豊臣家から、 徳川家へと主人を変えると、かつ元の謹慎であった、正信も、豊臣家に居づらくなり、豊臣家を退散し、徳川家に仕えた。徳川家康は、名族好きで、知られた、戦国武将であり畑参加が、河内金山とを領した名家であることから、江戸城内の天霊を司ることなどを命ぜられ、将軍家金字を仰せつかる。正信の子孫は、 江戸幕府の皇家のうちの一家となって、その後も幕末まで家計は続いた。七尾畑三家とも言われる。歴代の当主が修理大部に任じられたため、その当名より畑山匠作家とも称された。修理大部は畑山国清が称した官位であることから、没落した畑山国清系統の最高を意図したのではないかとの指摘がある。国は、 当初は、吉見家が主語を務めていたが、攻略の政変において、細川頼之派であった吉見司教が失脚し、代わって主語となった本城宗成、吉光の長身の一人でもともと、日野家の家人も、また当時失敗があったため、足利一門にして、足利吉光の信頼の厚かった畠山元国が主語となり、以降は畠山家の分国となった。 初代当主である畠山万行は、父である畠山元国の没後、当時、足利義満の激林に触れて実況していた兄、畠山三家に代わって、畠山家本家の家督を継いでいたが、義満の没後に三家が赦免されたため、万行は家督を兄三家に返還した、当時は天下の美居と言われた。兄の三家は感謝の意から、 文国のうちのと一国を万行に与え、王永十五年1 4百8年に、畠山万行を初代とするのと畠三家が創設された。万行と第二代当主、畠山義忠は在京守護であり、所領の支配は守護代の湯酒に委ねられていたが、応仁の乱後、第三代当主、畠山義宗がのとに下校したことで、在国大名となり、 強力な両国支配体制を築き定着していったことで他国の守護大名分国で起こったような下国状が能登では起こらなかった。しかし、第四代当主、畠山義元の時、弟の畠山慶伊達との間で兄団争いが起こり、明王九年、千五百年には喜び松室派の守護大の湯サス秀によって義元は追放され、第五代当主に 弟の喜び松室が擁立された。だが、一向一揆など、戦国の状況が、能登でも差し迫ってくると、永昇三年、千五百六年、両者は和解して吉本は復帰して、再び当主となった。その代わりの条件とし、喜び、いたすの子、義武佐が吉本の後継者と設定された。第七代当主、畠山吉武佐は名君であり、畠山氏のお膝元である七尾は、 都から、貴族も転居してくるなど小京都と呼ばれるほどに栄え、野戸畑参加もまた大いに繁栄した。しかし義武佐が死去し、第八代当主として、畠山義継が家督を継ぐと統制が乱れ、畠山七人衆と呼ばれる重臣の権力者グループに実権を握られ大名は、傀儡化されてしまう。第九代当主、畠山義綱の時に一時、内乱を鎮圧し、 大名権力を奪回し、大名先生支配を行ったが、重臣たちの反発を招き、当主の追放というクーデターに発展した。その後はまた重臣たちに権力を握られ、内部紛争が続き、衰退の道をたどったのと畑三家は、天正五年、1577年に、越後の上杉謙信の信仰を受けて滅亡した。義皇の弟、畠山義治。 上杉義春は、上杉景勝に仕え、その姉を正室に迎えて、上条上杉家の名跡を継いだ。上杉義春、イリアンは、豊臣秀吉の直進となり、天正十五年、千五百八十七年、河内国高安軍のうち五百国を与えられる。天正十八年、千五百九十年、摂津国と吉島軍に三百国を加造され、文録、継承の役では、 非全国の名古屋城に在陣している。翌年、河内国方の軍に七百国を加増され、父の医療を合わせて千五百国を治療した。関ヶ原の戦いで吉原は東軍に属し、千六百一年、治療とは別に次男の上杉町院に、下宇佐国院馬か他四百九十国を加増長院は、後家旗元の上杉家の外なる。 吉春の長男、畠山影博は、上杉影勝に仕え続けて、米沢藩の一門衆、重臣となった。三男、畠山義曽が、父の実家である、野戸畠山氏の名跡を継承し、江戸幕府攻撃も入り、畠山家の初代となった。江戸時代中期、当主は、江戸猿学長や小引町に居住していた。上杉綱勝がわずか八歳で、 米沢藩三大藩主となると、吉根は江戸城都城の際に必ず同藩するなど貢献的な役割を果たした。万治2年1659年に隠居し、家督を次男、義里に譲った。遠方2年1674年90歳を超える長寿で死去した。義里の長男、義姉も米沢藩上杉家の江戸屋敷にしばしば出入りしており、 また自身の三男、友義を、後家上杉家、上杉義陳の養子に出している。元六十五年、千七百二年十二月十五日、阿公老子たちに対して、父の復讐のため追悼軍の派遣を起とした、上杉綱則を監視している。しかし、創作、小説や映画、ドラマなどでは、史実と異なりその役割は、上杉家の名家老だった、千坂高や、 色部安町に変更されてしまっている。太線は、実子、細線、二重線、縦は、陽子、二重線、横は、コイン関係。平ら畠山氏の一族については、畠山市秩父市を参照。原世畠山氏の祖である、足利義順の子孫のうち、義絶した神殿家の娘との愛の子らは、岩松氏となる。岩松家は、 神体一門として活動し、後に神殿下の末裔を称した、詳細は岩松氏を参照。鎌倉時代に原生畠山氏から分かれた一族としては、日向に畠山家の所流の一族がある。また、失脚し没落した畠山国清の子孫の系統も存続したとされる西谷内畠山や、薩摩に下校した一族もあり、あたし、 島津市の家臣長寿院森厚、あた森厚はその子孫である。三河畠山氏、足利氏の一族は、室町時代に、室町幕府の奉公衆として、畠山草原が、三河国式の僧に下校。式の僧の召喚である、安城古城を本拠にした。その後、和田氏と改め、和田新平の代に、安城城を築城して移る。安城城は、 松平信光の奇襲で落城した時の上司は、徳川三木によると、畑山かが守れ棒という。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。